皆さんこんにちは本日は鶴舞城鶴舞班長場を紹介します鶴舞城は現在の千葉県市原市にある場合昔のかずの国やねアクセスとしてはかず鶴舞駅から徒歩30分ほどやね駐車場は中です現在の鶴舞城は移行はほぼなくて学校になっております 学校はそばば通っただけで撮影しとらんけんが鶴舞藩長跡の映像のみになっております鶴舞藩長の歴史については現地の説明版と概要欄に記した参考文献は参照しております鶴舞藩は明治に成立しております明治元年徳川家里の寸府違法に伴って浜松藩六万石の不代代名を 井上川の神政直の上,の上総違法によって成立した井上氏は幕府の住職場歴任して政直自身も二度老中に抜擢されております明治2年2月に上総長南宿に到着して翌3年に藩長知事邸などが完成し判明鶴舞藩が確定しております抜点がその間明治2年6月の藩跡奉還そして 明治4年7月の廃藩地験によって鶴舞藩は終わりは迎えた令和の今説明版や鶴舞城の本丸跡の石碑鶴舞藩の大井戸の説明の記されている石碑もある件がご覧ください合わせて明治以降に成立した鶴舞藩のあった町場巡ってみてはどがんでしょうかご視聴くださってありがとうございます